9月5日日曜日です。ということで土日祝日は海にも行かないので、あ、もう部屋のなんか普段掃除したりとかしないんですけど、もうやりだしたら徹底的にやりだすっていうので、今日も足の踏み場もないぐらいにこう自分の部屋から隣の部屋に移動してた、いろんなものがあるんですけど、それをまあ片付けたりしてて、ゴミ袋いっぱいぐらいめっちゃゴミが出て、お取り寄せグルメやったりとか、いろんな旅館とか行った出先でいろいろパンフレットをもらったりしたら、それ取っとかないですか、こう旅館で食べたお品書きとか、こう旅館のお箸を入れてた名前が入ってるやつとか、あんな捨てれない人なんですよ。捨てたらいいんですけど、パンフレットみたいなのがあったりしたら、それを2つか3つあったりしたら、それ1つに減らしたりとか、そんなの簡単なんですけど、結局物が捨てれない人で、そういうのがこう今まで食べて美味しかったものとか、まあそれは残しとったらいいんですけど、そういうこうお菓子のちょっとしたパンフレットとか、そんなのが容器あって、箱なんか物入れたりするのに使えるわって、ちょっと可愛らしいお菓子の箱とか、なんかいくつかのこう箱、いろんな箱があって、箱捨てれないんですよ。で、いっぱいそんなのが溜まってくるっていう傾向があるんで、そういう時にどうするか、そういう箱にそのパンフレットがいっぱい入ったのをとか、あとはもう他に捨てれないの袋もいつか使うとかって思って、袋をいっぱい持ってて、いろんなビニール袋とか紙袋とか、それが大量にある。で、そういうのをどうするかっていう時に、その箱ごとじいちゃんに、これもうなんか整理するのに使ってて、中にいろいろ入ってるけど、じいちゃんいるやったら持っといてみたいな感じでちょっとあげたら、自分のところからなくなるっていう捨ててもらってもよし、置いといて記念に見てもらってもよし、まあまあそんなことはいいんですけど、まあで、今日はですね、今じいちゃんばあちゃんご飯終わって、今にちょうど2時過ぎぐらい、ちょっと早めですね、いつもよりは。今からご飯の一品というか、おかず一品作っていきます。ちゃんあこさんに教えていただいたごぼうと牛肉の甘辛煮作っていきます。ちゃんあこさん、ありがとうございます。では、はい、ごぼう半分、牛肉お好み、醤油大さじ2、砂糖小さじ2、水 120cc、 お酒小さじ1、みりん小さじ1、生姜薄切り4枚ぐらい細切り、唐辛子お好み、ごま油、白ごま、これで作っていくそうです。ではやっていきましょう。ということで、ではまずタレ作り、はい、醤油はわざかやだしつゆ、簡単にご使用いただきます。ということで、醤油代わりにだしつゆ大さじ2、よし、2、砂糖小さじ2、あ、砂糖少なめなんや、はい、これきび糖やと思います。砂糖小さじ2、小さじ1、小さじ2、水 120cc、 よし、計量カップで水を、すごい、ちょうどぴったり100、すごい、はい、水 120cc、 よし、120で、お酒小さじ1、はい、料理酒は元禄美人、これ小さじ1、はい、みりん、宝本みりん、コクうまみ豊か、味の染み込みを良くする煮崩れを防ぐ、はい、小さじ1あったよね。おお、醤油入れすぎたかもね、全部混ぜとく、はい、混ぜときます。これこっちを折ってください。ごぼうどうやって切るんやろ。ごぼう半分やから、このでかいの半分でいいんですよね、きっと。これ半分、これで1本でしょ。で、これ半分でいいんですよね、多分。これ1本かな、1本で、長いですもんね、ごぼうって。だから、半分って、これで半分じゃなくて、これ1本分ってことですよね、きっと。わかんないですけど。ということで、皮剥ぎます。で、ばあちゃんがよくやっとるのに、皮剥くのに、この金端子使用してますよね。これで、こそぐと、ほら、めっちゃ白なってる。ほら、よかったらビフォーアフター出してみてください。こんなになります。ごぼうどうやって切るかね。まあ、この端っこだけは捨てとこう。煮物の時ってこう斜めに切る。
ごぼう斜めに切ったりしてますよね。こう縦に切るとこ、それごぼう巻きやもんね。斜めですよね、多分。斜めというか、ばあちゃんの言うところ乱れ切りみたいな感じですか。まあとりあえず切ってみよう。これ何でかな、ごぼう。ちょっとなんかお皿にでも入れとくか。はい、ごぼう切りました。生姜薄切り4枚ぐらいを細切り。生姜薄切り4枚。で、唐辛子どれぐらい入れるかね。唐辛子お好み、さや唐辛子。お手軽に唐辛子料理が楽しめます。良質の唐辛子の旨味をそのままに。本品は厳選した良質な唐辛子を使用しております。はい、唐辛子をどれぐらいかな。1つ2つぐらい。2つ入れたらばあちゃんが食べられへんかったから1つにしようかな。唐辛子切ります。よし、もうかな、量的に。多分ごま油を引いて生姜、唐辛子、ごぼうを炒める。うん、簡単。はい、じゃあこれでばあちゃんよく牛肉とか煮詰めやるときフライパンじゃなくてこれでやってるんで、これ使います。よし、はい、ごま油入れます。で、ごま油を入れて、ほんでごま油を引いて生姜、唐辛子、ごぼうを炒める。はい、生姜、唐辛子、ごぼう。よし、うわ、はい、入れますよ。ちょっと弱火にしよう。生姜、おお、めっちゃ飛ぶやん。はい、唐辛子入れます。生姜、唐辛子。はい、で、ごぼう炒めます。はい、で、これツヤが出てきたらタレを入れると。もうちょっとでしょうかね。ツヤって出るんかな。うん、艶出てますよね、多分。はい、このタレ入れて煮詰めていきます。これ半分ぐらいになるまで煮詰めるということなんで、その間にコーヒーでも作ろう。これね、よし、これで煮詰めますと。なんか唐辛子が飛んでるけど、どういうこと。はい、坂口健二さんのコーヒーサブスプリクション。これちょっとこれ、なんかいろんなの切ったりするんで、しっかり洗って。あ、そもそもこれ洗わんでも、ここ切り口あったわ。こういう袋でこう上が切れてるイメージあるんですけど、この下に切れ込みあるの、なんか意味あるんでしょうか。ちょっと気になります。あ、香りがすごい、めっちゃいい。これでちゃーこさんからのワンポイントアドバイスが、牛肉を最初から入れずにこの汁が半分ぐらいになったら入れて煮詰めるというのがポイントみたいで、そうすることで硬くなりすぎないっていう。やっぱりお母様方はいろいろ考えてるんですね。やっぱり半分ぐらいになりました、これ半分ぐらいというか、牛肉入れて3分ぐらい煮詰めるだけなんで早いですね、結構。もうでもあんまりやったら汁がなくなるんでいいと思います。ちょっと牛肉入れていきます。はい、国内産黒毛和牛です。はい、ではこれを入れていきます。はい、でこれで3分。おー、いいですね。あ、うまい。苦味あるけどクリアな感じです。おいしい。4、3、2、1、0。すごいですよ、さっきまでちょっと赤いとこあったのに、ほんと3分だけでこんなに変わりました。さすがですね。火止めます。で、これで出来上がり。盛ります。
国産ごま、いりごま、直火焙煎、これ振ります。あ、めっちゃええ感じじゃないですか。ほら、めっちゃ美味しそう。入ってきました。ちゃんこさん、ありがとうございます。ごぼうと牛肉の甘辛煮できました。はい、今日のご飯です。じゃんじゃじゃーん。これちゃんこさん、ありがとうございます。ごぼうと牛肉の甘辛煮と、ご飯はこのラビットで紹介されてた大量かつお飯、これ振ってます。これでいただきます。はいはい、ではでは、ではいただいてきます。まあ、まずコーヒー、あー美味しい、ホッとする、うまいですね。さあ、そして食べていきましょう。ごぼうと牛肉の甘辛煮、どうでしょう。ごまもしっかり振りかけて、はい、これ食べます。うん、牛肉が柔らかいのと甘辛煮が、そのばあちゃん結構味付け濃いんですけど、味付けが爽やかで甘辛く炊かれてるんですけど、そんなに味が濃くないんで体にも良さそうで、またこのごぼうの味わいとごまの風味がまた美味しいこと、めっちゃうまくできてる。あ、この配合も調味料のバッチリですね。めっちゃ美味しい。はい、そしてこれ大量かつお飯、ラビットで紹介されてたやつですね。これはい食べます。うん、すごいです。いろんな食材のうまみが出てくる感じ、美味しいです。では食べていきます。あ、すごい、これはこれはええわ。またこの生姜のうまみが、またやっぱりその3分だけ直前まで赤みが残ってたぐらいの牛肉を、本当にもう色がやっと変わったぐらいで最後に入れて味付けしたっていうので、それでもタレとかの旨味とか味がしっかり牛肉についてるし、それでこの何ですかね、この牛肉の柔らかさ、めっちゃ美味しい。じいちゃんばあちゃんのこと考えたけど、個人的にはもっと唐辛子入れてもよかったかもしれない。あんまり感じないかな。そう、これ何枚でもご飯いけそう。うまっ。うん、このあのふりかけなんですけど、ちょっとどっちかって味がちょっと薄めなので、それと比べたこのごぼう生辛煮の味わいがしっかり強調して出してくれてるので、すごい美味しく食べれます。いや、めっちゃ美味しかったです。はい、ちゃんこさん、ありがとうございました。ということで、ほんと簡単にできて、この牛肉の柔らかさがすごいですね。でほんま美味しいので、まだちょっと作ってみてですね、感想とか教えてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、ではちょっとちょうど3時ぐらいなんで、今からお茶会の準備してお茶飲んでゆっくり過ごします。ではでは、アディオス、カシオス。おいしゅうできました。じゃあ、あの晩ご飯に作りますき、また。はい、ではアディオス、カシオス、バルス。